よろしくお願いします。ご紹介預かりました私の、シュビタ前田と申します。よろしくお願いします。皆さん、ね、アウツを履けてますか ね、まあ、今日の、ね、私の、話を参考に少しでもランニングの負担の、軽減できるようなことにつながればなと思います。シュビタからまたランニングの選び方、履き方のお話をさせていただきます。まあ、まずですね、自己紹介で、私、オンジャパンって言って、オン、ご存知ですかね、スイスの、ランニングウェアブランドというか、いろんなウェアだったり、シューズだったり作っております。まあ、そこでマーケティングの仕事をしておりまして、まあ、全国の、まだまだ知らない人たち多いので、少しでもこう知っていただけるような活動でイベントですね、全国各地で開いておりまして、今日は岡山から朝新幹線来ております。はい、で出身はねこっちなんですけどね。はい、で写真はですね、これ今年 の富士って言って100マイル170キロぐらい走った後の表彰の僕です。後ろに、ね、44時間って書いてある。44時間走った後の僕ですね。結構、結構でかなり削られてます。はい、こんなことをやってます。はい、まず、シュービッターって知らない方もいらっしゃるかもしれない。軽くお話しておきます。足に関する知識と靴合わせの技能を習得し、足の失礼予防の観点から正しく働くと提案するシュービッティの専門家のことです。ということで、浅草に足と靴健康協議会というところがありまして、そこが認定している資格でありまして、僕はその認定行政の仕事も別で行っております。で、こういった足型を計測したりとかですね、足を見たりとかいろんなインソール的な装具的なものを作成したりとか、いろんなことをやったりします。で、知っている方はちょっと少なくなってきているかもしれないですけど、まだ10年は経ってないのかな、リコーというドラマがあって、市川ブランさんだったり竹内涼真さんだったり、シュービッティのですね、演技指導だったりを我々が行っておりました。いや、私がシュービッティになった理由として、僕が実は幼少期に交通事故でですね、左足を切断しかけまして、ギリギリでつながったんですけど、ボルトは左足の方に5本刺して、亡くなったお肉をですね、太ももから実は通って、両足から通って足の、すねの方にくっつけて、なんとかつながったんですけどね、ちょっと後遺症が残ってるというところで。そういったちょっと不自由な経験をしたところから靴に助けられっていうところで守備の存在を知って、取得した、僕のような方もね、世の中たくさんいらっしゃるので、少しでも手助けになれるようにっていうところで守備を取りました。で、ご縁あって福岡マラソン講師をですね、2016年から、ずっとやらせていただいておりまして、少しでもですね、岡村さん完走できるようなサポートを行ってきております。はい、ということで、今日は4つのお話をですね、させていただきたいと思っております。シューズの種類についてと、シューズのフィッティングですね、はい、で、シューズを使いこなす、乗りこなそうという話と、最後に靴の履き方について4つお話させていただきます。まずですね、ちょっと私流にちょっと分かりやすくした表現で、4つに分けて、手術の表現、靴を説明させていただきます。まずですね、シューズの種類、ジョギングシューズっていうところ、ゆっくり長く走るっていうところで、初心者のね、トレーニング用だったりとか、初心者のレース用だったりとか、一足しかね、持ち合わせないというか、なかなかやっぱり履き分け難しいなという場合は、こういったものをベースで、レースからトレーニングまで使われる方が多いです。かかと周りの芯材が入ってたりとかですね、非常に安定感もあって、クッション性もあって、万能に使えるっていうシューズであるんですけど、
ちょっと重めだったりとか、デメリットもあったりするんですけども、まあ、ゆっくり長くてスピードを求めないような方は、まあ、まずこういったジャンルのシューズを、購入されるのが、まあ、安心安全かなとは思います。はい、で耐久性も、ね、それなりにあるのですごく長持ちもしやすいようなシューズのジャンルがこういったいわゆるジョギングシューズと言われるようなクッションがあって、クッションがあるだけだと、まあ、ここ最近だとすごく種類が、ね、めっちゃあるんですけど、かかと周りのサポート性だったりとか着地のこの安定性だったりとかがプラスされているというところが特徴ですね。はい、そして、まあ、いわゆるランニングシューズって言われるようなものもう少し軽さがあったりとか反発があったりスピードも出せるようになって、クッション自体はもう少し薄めになっています。最近ちょっと薄い底の、ね、シューズが正直かなり減っちゃってっていうところで、これでも分厚い方に見えるかもしれないんですけど、まだちょっと薄めの方のランニングシューズになります。まあ、履き分けが可能ならね、ちょっと短めのトレーニングだったりとか、あまりこうオーバークッションもいらないので、少しでもこう刺激を持たせて、まあまあ、クッションは厚すぎず、まあ、裸足に近い接地感感じられるようなものを走れた方が姿勢の維持だったりとかね、いわゆる保温の維持だったりとかしやすいので、レース用と、まあ、ランニングシューズ、いわゆるトレーニングシューズを分けていけるとより良いかなと、よくお伝えしております。そして、まあ、一番トレンドで、まあ、こういったシューズは皆さん履きがちに、初心者の方でも履きがちになるかなと思うんですけど、レーシングシューズ で、まあ、大きくカーボンだったりとか厚底の間にですね、プレートが1枚入って、それでより反発性を良くして、でクッションのフォーム自体もより柔らかく弾力があって、中の硬いプレートで反発させるという、そういった構造のシューズが各メーカーさんすごく増えてまして、これもう 先々週発売したうちの新作の、ね、クラウドブームストライクというモデル でこのモデルの、プロトタイプを、ね、今年箱根駅伝で駒澤大学の、ね、佐藤君が入ってくれてました。非常にやっぱり反発性で走りやすくて、まあ、年々、ね、各社まあ、早く走れるダメージが少ないシューズというか、まあ、こういったものがよく出ています。ただやっぱりデメリットとして耐久性がなかったり、この柔らかいフォームっていうのがすごく潰れやすいんですね。そういったところで値段に対してちょっとね、なかなか手が出ないというところ方も多いのかなと思います。あとはカーボンプレートが入っている、カーボンがめちゃくちゃ硬いんですよ。それにやっぱ体重がかかることでバネのように反発するんですけど、その、まあ、カーボンの硬さによってクッションがあるんですけど、そのクッションを超えて足の裏、クッションがあるのに足の裏を痛めちゃったりするっていうのが、そのカーボンシューズの結構デメリットでもあるので、ある程度まあ、使いこなす薄底を結局は使いこなせるような方じゃないと厚底シューズは使いこなせない傾向にあります。はい、そしてちょっと薄底レーシングシューズって書いてるんですけど、まあ、いわゆるスパイクですね。もう一昔前はまだこういったタイプのレーシランニングシューズも割と多かったんですけど、ここ最近各社ほとんどなくなってきて、マシックさんだったりとかね、まだ流通探せばあるかなっていうところで作ってはいるけどお店にはないっていうところで、まあ最近ね、まあ、トラックで走られるのが結構増えてきているので、ランナーとかですね、まあ、トラックだったりとかであまりこう柔らかい地面で厚底を履いちゃうと非常に不安定で力も伝わりづらかったりとか、非常に効率が悪いので、まあ、こういったまあ、せっかく走るのスパイクレースで、ね、走られたりというところを推奨しております。まあ、スピード練習だったりとかね、よりトレーニングの幅を上げていきたいだったりになっていくと、こういったシューズを推奨しております。はい、まあ、路面で一足でね、なかなかやっぱりこう履き分け難しいよという方はもう最初にご紹介したジョギングシューズです。
でいいかなと思うんですけど、可能なら地面に地面のね硬さだったりとかに応じて履く靴も使い分けていただけると、トレーニングとかの、コントロールできているので、飽きずにねいろんなトレーニングを楽しめるんじゃないかなと思います。はい、シューズのモチベーションだったりとか気分の高めてくれる役目もあるので、スペックだけじゃなくてね、はい、あとは夏っていうところでいうと、クロスランだったりとか、こういったトレランだったり、日を避けられる、日差しを避けられるようなところでのトレーニングをおすすめしているので、こういったトレイルランニングシューズっていうのも使われると良いかなと思っております。最近ロードには硬く踏む気って書いてるんですけど、クッションのいいトレイルランニングシューズが出てきてるんで、こういったものを使われると結構幅広く多少硬い地味でも使えたりするんでね、おすすめではあります。夏 の, 山はすごくです、日陰涼しいからですね、もし、行ける環境ある方はおすすめでございます。はい、でシューズのフィッティングについて、一般的にシューズって長さと幅、足長と足腹を見がちな感じだと思うんですけども、よりよく言えば幅も足の甲の周りの厚みだったりとか、かかとの幅だったりとかですね、アーチ状って言って土にまずかかとから土、親指のところの長さを見たりとか、いろいろな見るべき、チェックするべきところがたくさんあります。でそこをフィットするとよりよく本当に裸足に足にこうクッションがついているようなのを吸い付くような感じのフィッティングになりますので、こういう見方をできるとより良いです。シュピターはこういったいろんな複数のポイントをチェックしながらフィッティングしていきます。結構親指の、厚みとか長さだけで厚みとか見ない方は結構厚みもすごく重要です。で、ランニングシューズ、スペースによっては聞いたことはある方もいらっしゃるかもしれないですけど、いわゆる靴を履いた時に、余らせる寸法ですね。靴の中で足ってこう土の中がしなって伸び縮みしているので、その時の伸びた時の遊びが必要です。これがなかったら指当たっちゃってですね、いわゆるこうクローズ目だったりとか内出血して痛めちゃったりするので、大体このセンチはもう大体のもう本当の目安になってきているので、一般的に我々がそのシューフィッターを指導しているような数値になります。シューズだったりとか、いわゆるこう足場によってもねちょっと変わってきたりとか、トレイルランニングシューズだったりとかトラック用のスパイクだったりとか結構かなり差があります。トラックはかなり柔らかいというところもあるので、意外とこう伸び縮み少なくっていうところが、距離もねそこまで長く競技としてしないっていうところになりますし、逆にトレイルランニングだったりウルトラマラソンだったりとか、より激しく距離も長くて高低差もあったりとか、暗いで足が滑らないようにっていうところ、滑って指が当たらないようにっていうところで多めに取ったりします。とはいえフィット感が緩い状態はあまり良くないので、あくまでフィット感優先でスペース、指先のスペースも空けれるといいかなと。サイズの表示は本当に最近は大体日本表示はねしているメーカーさん多いんですけど、US の規格、アメリカの規格ベースで表示されていることが多いです。それを26センチ、US8 が JP 日本の26センチ。だと実寸は25センチほどの方のサイズのイメージです。これを前後したりっていうところは 0.5 だったりとか 1.5 になったりとか、そういったこともあったりするんで、全体のフィット感バランスで判断していくようなイメージですね。はい、で、ここもめっちゃ重要なんですけど、同じ足の長さでもですね、さっき言ったアーチ状って言って土まずの長さ、もしくは指の長さに応じてサイズ感が変わっちゃいます。どうしても
まあ、同じ、まあ、さっき言った25センチの方がいて、指がちょっと短かったりとか、逆に指が長かったりとかした場合、まあ、足の太さとかね、影響があったりとかもするんですけど、大体こう指の短い方は、厚みが、まあ、骨格が太くてだったりとか、指が長い方は比較的細長かったりとかするので、サイズは下げ気味だったりとか、指の短い方、まあ、その骨格が、骨が太い方はちょっとサイズを上げ気味、1センチのところ 1.5 センチにしたり、まあ、そういったこともあったりするので、一定ではないっていうところが非常に難しいところです。で、正しい靴選びで体に与える影響効果として姿勢が、まあ、まず良くなりますよと。で、姿勢良くなると安定した重心のいい着地ができます。そうするとスムーズな重心取りにつながって足底筋群だったり、まあ、足趾ですね、足の指をしっかり使った力強い切り出しが可能になって、まあ、省エネな、ね、質の高いトレーニングが可能になってきます。ただただもしですね、フィット感が良かったとしても、この骨格バランスっていうところで崩れている場合は、まだ、収縮筋がいいだけでは不十分だったりします。というところでちょっと手術を乗りこなそうという話なんですけど、足のタイプっていうのは、まあ、一般的にね、一般的な土踏まずのアーチの方、まあ、いわゆるこう扁平足気味で土踏まず低めの方で、王足って言って土踏がちょっと高すぎるタイプの方がいらっしゃいます。まあ、後ろから見るとこんな感じですね。まあ、この状態で、まあまあ、フィットするに越したことはないんですけど、どうしてもこう、シューズを使いこなしにくかったりとか、結局まあ、着地してからの足のこう膝の内側だったりとかですね、まっすぐ蹴り出せませんよと、まあ、着地の角度も偏ってますよと、まあ、面で突きたいのにちょっと点の着地になってきたりとかっていう要因になることがあります。で、もちろんのことは、走っているときで自分の体重の大体3倍前後ぐらい体重が足にかかっていると言われているんですけど、その時にこれ先ほどの形状じゃなく体重が乗った時の足のですね、形状の変化で海内運動でプロネーションという言い方するんですけども、より、まあ、もちろんこう元々倒れている方が体重乗るとより倒れやすくなってきたりとかで、逆にアンダープロネーションだったりとかで、まあ、ちょっと外に流れて、まあ、いろんなパターンの方がいらっしゃるし、パッと見ニュートラル、まあ、綺麗な足の、ね、ポジションの方でも動くとねじれが強かったりとかね、まあ、いろんな足の関節の軟部組織が柔らかくて乱れやすくなって、いろんなパターンの人がいらっしゃるので、この辺をちょっと整えた状態で履けると、まあ、よりこうシューズのスペックというのは使いこなしやすくなっていきます。で、じゃあ対策としてどうしましょうかっていうところで言うと、まあ、いわゆるこう足指周りのですねストレッチだったり、足の裏のストレッチだったりとか、足首周りのストレッチだったりとか、あとは足首が要は外に倒れたりとか内に倒れたり、まあ、倒れすぎないようにサポーターで固定したり、あとはもう最近ね、先ほどの陸王の話ではないですけど、ベアフットトレーニングで砂浜とかでですね、足の裏をしっかり刺激を与えると、意外と足の裏の筋肉痛ってなったことある方いらっしゃるかわかんないですけど、砂浜とかでですね、走り回ってると結構足の裏筋肉痛になります。まあ、そういったトレーニングもありますし、で、手っ取り早いっていうところで言うと、サポートインソールだったり、土まずついているようなインソールだったりとか、テーピングでちゃんと骨格を整える。まあ、そういったことを対策としながら、先ほどね、リッティングをしてあげると、よりよくシューズのスペックっていうのを発揮できる、足が本来持っている力を引き出しやすくなっていきます。はい。
その状態で、まあ、靴の履き方っていうところなんですけど、まあ、まずあの、まあ、足入れしやすいというね、靴ひもを緩めます、はい、全体的に緩めていただいて、まあ、靴べらを入れていただく、靴べらで極力入っていただくと、大体まあ、かかと周りに芯材が入っているものだったりもあるので、こう踏んでたりとかするとかかとの芯材が折れて、あのかかとのあのヒールコンタクト、まあ、ヒールストライクの着地の質が悪くなったりとかする可能性もありますし、その芯材があのかかとの皮膚にちょっと刺さってね、ちょっと靴ずれになったりすることもあるので、極力できればね、靴べら使ったり、あとまあ指べらでね、まあ、指であのしていただくのもダメではないです。あの踏みつけなきゃいけない、であのまあ、ベロが入り込んだりするので、まあ、ベロを引っ張っていただいて、足首を、まあ、座った状態がいいです。足首をちょっとあのいわゆる45度、地面から45度にしていただいて、かかとトンとかかとに合わせていただきます。でこの角度すごい重要です。あの足 の, あの骨格バランス、まあ、体重が乗ってない状態で、あの足 の, あの骨の向きがあの整った状態なんですね。体重が乗って体重の人結構足あのちょっとねじれたりとかするので、座った状態でちょっとかかと立てて、骨の位置バランスが整っている状況で、はい、紐を結んでいきます。まあ、結んでいくところでいうと、まあ、一番あの、まあ、足の幅のところですね、一番幅の広いあの MP 関節といわれるあのつま先の親指と小指の、ね、骨が出ていると、これがあの足では一番広いとされているところなので、あそこの、あの、紐のところは、圧迫を受けやすかったりするんで、あの、痛くなりやすい人は、あの、指一本入るぐらいにしていただいて大丈夫です。ただ、ちょっと関節結構緩みやすい方だったりとか、あの、そうですね、あの、動きが強い方は、それなりにちょっと締めていただいて大丈夫です。はい。で、よりこう、意識するっていうところで言うと、あの、真ん中の方ですね、あの中足部のところはギュッとあの締め込んで、あの土のところですね、締め込んでいただくと、ベルリーとかを感じていただけるかなと思います。で、最後は、まあ、蝶々結びでもいいんですけど、いわゆるこういったあのダブルアイエットと言われるようなね、固定の仕方だと、まあ、ハイカットシューズが入っているような固定感を感じやすくなってくるので、特にやっぱり、男女でいうと女性の方があの関節の動きが乱れやすい傾向があるので、先ほどの斜め45度の状態で骨格が整っている状況で、紐の穴の一番こう手前のところ、使わない方結構多かったりするんですけど、その一番深いところまで使って、やっていただくと、より、足首の中央の、ね、まあ、胸骨と言われるところ の, あの骨の固定ができるので、おすすめな結び方になります。ただ日頃から、まあ、神経圧迫というか、なんかピリピリこう回りしやすいなだったりとか、そういうピリピリしやすい方はちょっと緩み加減を調整していただきながらやっていただけると大丈夫かなと思います。はい、はい、まとめです。はい、目的やランレベルに合った、まあ、靴を使っていただくということで、まあ、いろんなね、目標だったりとか あったりすると思うんですけども、まあ、自分 の, 方向性になった、まあ、スペックのモデルだったりとかを、まあ、まずは選んでいただくと、ジャンルとしてですね、まあ、厚い方がいいのか、反発性がいい方がいいのか、薄底でちょっと少し刺激を欲しいのかだったりですね。で、まあ、その中で、足型にフィットするようなもの、もう全部が合うかって意外とそうでもない、でちゃんといろいろ試して、いただきながらというところで、フィットするものを選んでいただくと、はい、で、そのよりよく合うもの、まあ、ランレベルに合ったベースに足型が合います。それをこう正しい骨格バランスで紐を結びます。先ほど斜め45度で、こう、まあ、体重乗せてないような状態でですね、紐を結んでいただくと、これを守っていただけると、
まあ、履いているだけで、あの姿勢維持というかしやすくなるので、意識するところちょっとこう少なく、まあ、トレーニングができます。まあ、トレーニングの質が上がりますよ、省エネになりますよというところで、おすすめしております。はい、というところで、以上とさせていただきます。